はい、新宿駅前ご通行中の皆様、こんばんは、君の会でございます。8月15日です。はい、まあ厳密に終戦した日ではないけれども、日本人的に、我が国的にはやはり今日が終戦の日というイメージがありますでしょうかね。はい、皆さんは、お近くの護国神社、あるいはできれば靖国神社、あるいは戦没者墓園に行かれましたでしょうかね。まあ行ってないって人が大変だとは思うんだけどさ、残念ながらね。はい、まあただ、ちなみに私はこう今日午前半休をして行ってきました。はい、まあただまあこの日はこう普段正月並みにはやっぱ人はいるかな、まあ、最近の靖国神社の正月はそれほどこう混んでないからっていう話があるんだけどね。昔に比べりゃ混んでないから、それよりは普通に合わせたくらいの人はいたかな。ただ、正月と比べてやっぱ昇殿する人が多いから、もう三周殿はめっちゃ混んでたけどね。うん、はい。で、まあそれはね、前座だよ。はい、ね、こう皆さんに靖国神社行ってほしいけどさ、それはまあ脇に置いてだね。まあ靖国神社といえばということで、まあ英霊が合祀してありますと、おりますという話をよく聞かれると思います。はい、昔内戦込み、内戦自体は知ってるかもしれないけど、まあ内戦だな。で、戦没者込み、もちろん二次大戦、太平洋戦争での大東亜戦争でのお亡くなりになられた英霊諸子諸柱込みですね。で、その中でね、かなり右寄りなことを書いている方なんだけど、鈴木って人がね、やっぱり安倍さんは、安倍晋三名って書いてあるけど、みことって書いてあるけどは、靖国の英霊にふさわしいと思うのですとか言い出しております。はい、ね、さすがにそれはないと思うよ。うん、国葬については私は反対はしないが、する立場にはいないが、さすがにね、靖国神社に建て祀るってことはさ、政府がガー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 言ってる神格化にまさにそれじゃんっていう、まあ、それの話に乗っかってどうすんだバカなのかっていう話が一つと、さすがに戦争で殉職したわけじゃないじゃない。ここでさ、例に出されてるさ、坂本龍馬だと出されてるんだけど、坂本龍馬ってさ、要は明治維新の中のまあ事件で覆されるわけじゃない。まあね、あれはね、政変って言っても差し支えないからね、まだ納得するよ。だし軍属じゃん、思いっきり坂本龍馬ってね。まあ軍属としての殉職、まあ侍だったんだから、ね、士族だったんだから当然なんだけど、藩士だったんだからね。まあ、逆に言えば、その、戊辰戦争とかでのっていうのも当然だと思うしさ。ね。でね、じゃあ、安倍さんはどうなのか、軍属か、武官か、って問われたら、そら、ノーだよね。現役のあるいは前任の防衛大臣ですらノーだよ。それはね、文民統治なんだから当たり前のようにノーだよね。その状況下で、いくら暗殺されたからといって安倍さんを靖国に合祀するのは私は反対だよね。いや普通にこう慰霊碑でも建てるぐらいならいいとは思うけど、入れる場所が違う、入れる場所って失礼だけど、建てまつる場所が違うと思うよ。はい、建てまつるじゃない、痛む場所が違うだな、建てまつるじゃダメだな。ですよ。こう霊碑をいっぱい上げてるんだけど、いやそれ全部軍属だからって、それ全部武士だから、ね、暗殺されたっていう一条を持って、ね、靖国神社産んならってのは違うと思うんだよね。自分の言いたいことです。まあ皆さんどう思います？はい、安倍さんは靖国神社の柱として、一柱として数えるべきだと思いますでしょうかね。はい、いや別にね、痛む気持ちがないわけじゃないし、国葬がね行われたらその時はちゃんと、まあ、あれはイベントで言った組織じゃないけどさ、それはそれとしてちゃんと参列しようとは思うけどもね。だけどもここでね、靖国神社っていうのはね、やっぱね何度も言うけどないと思う。はい、
あの英霊かどうかとかいう話じゃなくて、靖国神社の目的からしてそれは正しくないと思うよ。あ、そうです。まあ何こう政変の中っていうか政争の中というかこう、まあ、日本の情勢の中で波に揉まれて散った方という事実においては違いないと思いますけども、だからといってこう軍属ではないし武官でもないし、あの事変の中で死んで亡くなった軍官でもないじゃない。そしたらやっぱりね、あのそこでの合祀はねないと思うし、おそらく靖国神社も受け付けないと思います、ね。でね、あの鈴木さんには言いたい、最初に冒頭述べたけど、左翼に餌を与えるな。左翼に、あの左翼が神格化か神格化かって騒いでんだから、そこにわざわざこっちから餌を与えるようなことはしないでほしいよね、あえて。はい、それを狙ってやってるのかもしれないけど、まあそんなこと、そんなこと言い出すから、ね、あの書いてる本が嘘くさく薄っぺらく私には感じてしまうわけであります。はい、本当にこの人はね、右翼なんでしょうか、右破りなんでしょうか、私はそれを、まあ、直には言えないけど、この場で問うて1本目としたいと思います。はい、はい。